ましょう。まずデラヒーバーの組み方なんですけども、いろいろ組み方なんですけど、右手はいつもこっち側の襟を持ちます。で、これ少し深めに持って、コツは手首のここで山田さんを常に向こうに向かしていることです。で、これこっちに向いているとすごいプレッシャーかけやすくなるので、常にこっち側に向かすんです。で、左手は、どんな攻防をするかによるんですけども、ここ握ったりカップしたりここ握ったりっていうのはあるんですけども、今回はここ握る攻防をやっていきましょう。右手はこう、左手はこう。で、一回、山田さんを僕は前に蹴ります。で、前に蹴ると、リアクションとして、こちらに戻ってきます。で、この戻ってくる力を使って、自分に一回引きつける。で、引きつけたら、しっかり上にこう持っていくんですけど、持っていくときに、左手をしっかり前に押し込むことで、山田さんが、地面にポストして、このバランスを取りづらくなります。で、スイープした後はしっかり上まで戻ってくる。ネガティーバー組む、右手はこっち、山田さんを向こうを向かせる、左手はしっかり押します。で、押し込む形ですね。引く。押し、一回押す。で、山田さんのリアクションに戻ってくるので、引く。このまま上に蹴っていって、スイープ。で、このままマウントを取って、フィッチ。デラヒーバー止めてる、前に行ける、相手が戻ってくるので引きつける、しっかり上に上がりながら肩の飛行点をしていって、まあ、でこの時も、しっかり右手で山田さんをこっちに向かせつつということがあります。そしたらこれやっていきましょう。で、共にやるときは、こっち側、少し左上側に投げていってるんですけども、押して、この崩すときに相手がすごい、バランス良くて、こっち側に耐えようとしてくる人がいます。こういう風になると、今度は、左手を同じように押すんですけども、一回、このように蹴りながら、自分のシットアップしていきます。で、一回右足でここついて、左足引いて、こっち側に投げていきます。組んで投げを積んですけど耐えられるってなったら、今度は足を伸ばしながら、この足を軸にコンパスにこっちの馬で左手でしっかりとこうして、このまま倒せたらいいんですけども、倒せなかったらしっかり右足ついて、で、このグリップがすごい使えるようになります。このグリップで相手を向こうを向かせることで相手が起き上がってこれない。で、このまま2ポイント、デラヒーバー組んで、一回、ともえのプレッシャーをかけるんですけども、相手のバランスがすごくいい。で、足を伸ばして、この足を軸にコンパスのまま。で、このまま倒せればいいですけど、倒せなかった場合は、右足でしっかり地面をついて、このまま。で、ここでステイするのではなく、しっかり相手を向こう向かせながら、上上がって。思いのプレッシャーが強いけど、決まらない。手をしっかりここに内側に隠すことがあります。で、右足でしっかりついて、で、崩れた場所によるんですけども、移動の方はここから、しっかりレッグドラッグまで、右足をしっかり右膝がここまでつくぐらいまで行って、でしっかりレッグドラッグフィニッシュ。で、これやっていきましょう。いろいろこのグリップからいろいろこっち側だといろいろ崩そうとするんですけども、なかなか相手がこの前にも崩れてくれないという時は、右手でこっち持ち替えます。で、こういうふうにピストルグリップって言われるんですけども、こういうふうに言うのではなく、すべて上からこういうのを持ち、左手でこの脇の下この部分を持ちます。で、これしっかり押しながら、今度は右足で蹴ります。で、蹴ると同時に今度は蹴りして、ちょっと蹴ると同時に、左足を内側に入れていきます。こっち側から変化して分かりやすいんですけど、ここからこれで入れていきます。で、このまま蹴ると同時に右手をこっち側に出して、
で、このまま、相手がバランス崩れてくれれば、このままバッティングまでできるんですけども、相手がすごい耐えてきた場合は、このまま左足を巻き込んで、シングルレッグ。で、ここから足を巻いて、ダブルテイク。から治療を崩したいんですけども崩れないとってなった場合はこの展開変えるために右手でスイッチ左手で脇にで右足で蹴って左足でエンで左のすねを相手の右すねに当てて蹴りながらこういうふうに体勢を崩しますで相手が、バランス弱ければこのままバッティングができますし相手がバランス強ければこのままシングルレッグの形で、あ、左膝ついてます。ここから、両手でカーして、前に。で、左膝は、体勢です。展開をつくために、スイッチ。で、左手で脇の下に行って、右手で蹴る。左手で距離を取って、スムーズ強くする。で、蹴りながら相手のバランス。このように。で、このままバックテイク取れば、とてもいいですし、相手が耐えてくれましたら、このまま、足を、このように振って、両足というか、テイク。そう、これやっていきましょう。補足なんですけども、この、まあ、こういう風に崩して、その入れ替えるときに、最終的には、相手の右手が僕のこの、右腕よりも、右側に来てほしいので、ここから、まあ、すごい細かいんですけど、左手で、パーッとこういう風に押していきます。で、しっかりこれキープ。で、キープしたらしっかり肘を内側に入れることで、相手この手をこっち側に戻せないようにします。で、なんでこっちがいいかっていうと、ここだと押しても全然力伝わらないんですけど、こっち側がしっかり伝わりやすいです。なんで、こう持ち替えたら、手、こっち側に。で、こう。で、こう。これでやっていきましょう。